こちらはですね、新しいニュー iPad ですね。さっき映像を YouTube に上げたんですけども、同じような感じですね。店内の感じもさっきの映像と比べてどうでしょうか。多分彼らのサイズは一緒なんで、ビデオ自体は iPhone の方が撮りやすいかもしれませんね、でもね、このウェブの記事とか見てると綺麗、ため息出ちゃうね。見てこれ、もう活字はもう、ちょっとここでは日本語が読めんのかな、読んでみよう。ヤフー、日本語がどう見えるかね。配信が低下、すごいね。おー、日本語も綺麗。ダメだ、触らなきゃよかった、欲しくなった、という感じのiPad 3のレポートでした。ここね、Apple Store に似てるけど違うんですよね。パートオーソライズドパートナーショップです。なんて言うんだっけ、忘れました。またなんか付け足しておきます。店名がないんで、どこにも。わざと Apple Store に見せかけてます。